慎太郎さん、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。すごい機敏な立ち回りが光ってますが、これは長くなるやつ、テレ東だわ。短くします。これは、トースポはですけど短め、短めですよ、はい、機敏な動きというか、まあ流れに乗れている感じはしますね。久々の G1 タイトルへの自信のほどはいかがでしょうか。久々すぎますよ、あれ2003年だから、もう20年前だからね。まあ常に自信満々で走ってんだけど、なかなか勝てないですけど、まあその辺意識せずにね、まずは目の前のことを全力で やれればおのずと近づいていくんじゃないかなと思ってます。まあラインの力に助けられた部分が大きいんですけど、まあ自分の状態としてもいい状態をキープできているんだと思ってます。まあラインの強兵がいますんで、強兵の後ろをしっかりまずはついていくことに集中してね、その中で自分で勝利を目指していければいいかなと思います。まあ先行選手としてね、本当かっこいい走りをしてるなというふうに思いますし、その後ろを走る自分たち追い込み選手ももう一度気合を入れ直さなくちゃいけないなっていう気持ちに僕個人的にはなってます。最後決勝への意気込みをお願いします。限界気のせいだよ